リアウ州は、インドネシアの州。州とはプカンバル。スマトラ島の中部にあり、マラッカ海峡に面している。リアウ州は、天然資源を豊富に有する、豊かな州であり、石油、天然ガス、天然ゴム、パームオイルなどを産出している。州の大部分は平野であり、豊かな森林に覆われている。そのため、この州において、林業は重要である。州の定置。 海岸部では急速な海岸侵食が起こっている。州内では森林を伐採して生死用の木材の生産が行われるとともにパーム油を生産するための油やし農園が作られている。2010年代に入ると直接的な火入れが大規模に行われるようになり、2013年6月には州内で8000カ所もの山火事が発生していたとするデータがある。 州内にはデータン地帯が広がっており、一度火災が生じると長時間くすぶり続けるため、マラッカ海峡を挟んだ隣国のマレーシアやシンガポールでは深刻な大気汚染に悩まされるようになった。伐採による多大な森林を失っている。この地区では違法な森林伐採も後を絶たないことが地球温暖化への影響を懸念されている。そのため、州警察は、 史上最大規模の摘発に乗り出した。これは対策として開発途上国での森林現象をどう食い止めるかが議題となっている国際連合気候変動枠組条約定約国会議で違法伐採に自ら立ち向かう姿勢を内外に示したい政府の思惑が背景にある。インドネシア語はマレー語のリアウ方言に基づいて制定された。リアウ州は9県。 に都市に分けられている。周域内には、州最大の都市プカンバルの他に、ルーマイや、文化リスなどの都市がある。ありがとうございます。